OTC ダンロップ F110 菅波東郷。前回のオープン2ラウンドではセンセーショナルなレースでしたね。2000メートルゴールデンに飾った菅波が9番グリッドからのスタートと形になります。10番グリッドカーナンバー77ウォームテックスキルスピード大井武史、11番グリッドカーナンバー80 OTC ダンロップホーメホーチャレンジは有効。そして12番グリッターこういってドライバーになります。カーナンバー95 DRP 小村校小山美希、覚悟と気持ちは誰でも準備してきたと話をしてくれています。13番グリッターカーナンバー36 FTR スタジック小村校小川颯太。なっているのは角田とそして小倉翔太、並んでいる並んでいる、イン側が小倉、アウト側が角田、並んでいる。さあどうでしょうか、3コーナーの仕込みどころ。3コーナーはどうだ、角田がアウトサイドからかぶせていくんだが、ここはなんとか抑えた、なんとか抑えました、なんとか小倉が角田を抑えました。さあ序盤から激しくなっている、激しくなっている。さあそして5コーナーのイン側、角田が入ってくる、入ってくる、入った、角田2番手、小倉翔太のイン側、角田が早くも2番手に上がりました。すさまじいロケットダッシュ、角田裕樹2番手に早くも上がりました。トップは変わらず名取哲平、2番手に早くも上がったのはこちら角田裕樹。そして9時のコーナー、そしてトップが今最終1人コーナーを立ち上がってきました。さあ早くもこのオープニングラップから名取、そして2番手とのギャップ広げた、そのオープニングラップ、まずオープニングラップ何で決定はするか、その名取2番手の角田、3番手の小倉、4番手の大橋、そして5番手は日高、この方が5番手の小倉、1周目で3つ目で入ってきました。さあそしてその日高の後ろは激しくやり合っている、後ろは石坂、こちらは6レースになります。
ります。サイドバイサイド、どうやら石坂の右側、菅波東郷が前に出るか。4コーナー立ち上がり、菅波東郷、石坂を捉えて前に上がりました。これで菅波は6番手にポジションを上げます。さあそして5コーナー、小高和人、ズバッと大滝竹を捉えていきました。これで並んでいる前回の大堀のウィーナー、菅波東郷、激しくなっている大滝の後ろ、そして石坂瑞希も来ている。最初に9コーナー立ち上がってきました。トップはなんと2番手、角田3番手に、小倉4番手に、バトルが展開されている。トップの名取、ファーセスト1分58秒台に入っています。2番手角田とのギャップは1秒7台に、2番手角田とのギャップは1秒7の差。ペースがいいのはトップの名取です。木曜日の練習走行してから得点をマークしていますので、今で3番のところと現在になるんでしょうか。中盤の男性も決してなっている。